本質主義とは本質を自律的な実体、客体的な実在物であるとみなした上で、個別の事物は必ずその本質を有し、それによってその内実を規定されているという考えを言う。さらに具体的に社会科学や政治的な議論において一定の集団やカテゴリーに長時間的で固定的な本質を想定する立場を指して言うことが多い。 自物とその本質との関係は客観的で固定的なものであり、個物は本質の派生物、あるいは複製としての側面を持つものとみなされる。また、少なくとも論理的な順序としては、本質が現実存在に先立つものとされ、本質が現実存在から事後的に抽出、構成されるとは考えない。自物とその本質との関係はプリオリなものであるから、自物が 現実に存在する文脈からは独立しており、その事物がその事物である限り、その本質は同一普遍であるとみなされる。本質主義においては、もののありようは、この必然的かつ向上的な要素である本質によって決定されるものだと考えられ、そのものを理解し、記述する上では、これらの特定の属性や要素のみが特権的な考慮の対象となり、非本質的要素は、 偶発的なものとして軽視、あるいは無視される。本質主義の想定においては、対象の属性は、本来的な属性、要素である本質と、その本質を覆い隠し、汚染する、付体的な要素によって、階層的かつに極的に理解される。社会科学における、社会構築主義との対比で言えば、本質主義は、社会的経験を構成する、もろの事物、カテゴリーには、 特定の社会や時代、特定の社会的状況、文脈を超えた本質が存在し、社会状況によって、本質以外の部分の変化はあり得るものの、その本質は普遍であるのであって、またそうした事物は社会によって構成されたものではなく、事態的な実在性を持つ実態である、とみなす考え方である。本質主義は、固定的な本質の存在や、本質によって事物が、 基礎的に規定されるという考えを否定する、基本質主義と対立する。基本質主義や相対主義の立場からは、本質や必然的な共通要素は、対象が、その対象として、選別、分類される際に機能している、実効的な分類、選別行為によって、事後的に規定されるものであるとみなされる。この場合、選別、同定行為は、想定された本質や、 典型的な既存の事例によって制約を受けるものの、それだけでは分類基準は従前には規定されず、分類や選別行為そのものが規則や想定された本質を定立する機能を持つ。すなわち、中心は境界によって決定される。これに対し、伝統的な強い本質主義の場合、本質は単なる共通要素や分類基準ではなく、 存在論的な決定要因である。したがって、この場合は、中心によって境界が決定される。言い換えればこの場合、外縁的な分類基準は、本質によって決定され、その正しさ、正確さが本質を基準として判断されることになる。本質とは、必然性だけではなく、中核的な規定要因であるという限にあるいはさらに進んで、本来の、 あるべきという価値判断を伴う概念であり、定義によって導入されたカテゴリーならば、ともかく日常言語における経験的な範疇において、一定の選び出された一般的共通要素のセットを本質として提示する行為は、ほぼ必然的に政治的、思想的な含意を強く持たざるを得ない。本質は、対象の同定のされ方や切り取られ方、グルーピングによって左右されないという想定は、 重要である。本質主義においては、本質とされる特性の集合は、実在的な対象自体の属性の階層性、秩序を反映していなければならない。原則として、本質主義の立場からは、本質は意味分析によって導かれる操作的な概念ではなく、何らかの実在的な実体を持つ存在である。古典的ヒューマニズムは、人間の本質主義的概念を前提にしている。 すなわち、永遠で普遍の人間性というものの存在が信じられているということである。人間性、人間らしさというものが人間の本質として存在し、それが個別の人間において汚染されたり、曇りなく、現れたり、恩い隠されたりするが、その存在自体と、それがどういうものであるかということ自体は、普遍かつ疑いの余地がない、とみなされてきた。この視点は、 マルクス、ニーチェ、サルトル、シュティルナーなど多くの近代の実存主義的な思想家によって批判されてきた。実存主義者は実存がまずあり、その本質はその後にその実存の実践によって決定される未決定なものであると考えた。本質主義は現実の存在をその本質によって脱文脈的に根拠づけられているものとみなす側面を持つため、 既存の見方、分担、体制化を擁護するものとみなすこともできる。そのため、しばしば、とりわけ、60年代以降の多様化した、サイト変化を何らかの意味で肯定する、政治的な議論の文脈において、偏見の背景をなしたり、それを強化しているものとして批判されてきた。しかしまた、リベラルな立場からの本質主義批判に、対しては、保守的で、 本質主義的な立場からだけではなく、進歩的な、あるいは左翼的な立場から、抑圧される側の対抗的なアイデンティティの主張まで、否定するものであるという批判もなされており、その社会的、政治的な文脈での含意は単純ではない。本質主義に対する批判として、重要なものの一つとして、ウィトゲンシュタインの家族的類似性の考えが挙げられる。 対象の同定が一定普遍の基準によって行われるものであるとするならば結果として一定の事物は一定の最低限の共通点、すなわち本質を有するということは必然になる。このような論点からの本質主義の用語は一見して反爆困難に感じられる。とりわけ定義によって語の意味が明確化されているような状況においてはそうである。しかし、 ウィトゲンシュタインは対象の同定は推移的に行われると主張した。これはものが同一視されるのは全体にわたる共通性は必要ではなく部分的共通性の連鎖によって全体が結合されていればよいという考えである。AB と BC が B を共有するがゆえに同一のものとしてグルーピングされたとする。この時、 bc と cd が c ゆえに同様に同一のものとみなされるとする。この時、ab と cd は何かを共有しているわけではない。このような状況でも、この同一子の推移的な関係によって、ab と cd は同じ対象としてグルーピングされうる、そしてしばしば弦にされている、とウィトゲンシュタインは考えた。またこの論点は、型有名による、あるいは時間による、 同一性がはらむ難点とも関連する。多くの場合、型有名による、あるいは時間をまたいでの、ものの同定には、少なくとも、意味論的には、同定の基準となる性質というものががみ、されていないように見えるからである。参照、スワンプマン、テセウスの船これに関連して、同定は、既存事例との類似性によってなされるが、その際の類似性という基準においては、 どの既存例のどの属性との同一性によって同定がなされるかはその都度異なり得るという考え方もできる。言い換えればこれは新しい事例がその集合に属するかの判断は以前の事例がその集団に属するかどうか判断された際の判断基準によってではなく現に存在する事例の集合から新たに引き出されるということである。すでに存在する事例のうちの何をもって 典型的属性、要素、典型的事例とするかは、集合の範囲やメンバーを変えることなく変動しうる。それは、内法が無限の事例に関わるものであるのに対し、外縁は有限の事例に関わるものだからである。ただし、同一の論点に関わるものであっても、刑事上学的な議論と経験的な議論では、問題設定が異なるため同一には扱えない面も、ある。 すなわち、本質主義的な論者は、上記のような議論の提示する童貞のあり方が、人間が現に行っていることだとしても、それは、人間の認識能力が間違っており、あるいは正確ではなく、ものを正しく童貞し損なっているに過ぎない、と論じうる。本質主義的立場から言えば、童貞行為が、経験的な現実世界では、常に、必ず推移的な側面を持ち、 すべてにわたる共通性を持たないということは、そうした同定行為を間違った、あるいは不正確な同定行為であると判断するような理念的な正しい同定とその基準となる本質の存在を排斥するものではないからである。したがって、刑事上学的な議論においては、本質主義的同定という理念そのものが矛盾をはらむものであるか、あるいは 必然的に実践不可能なものであるか、あるいは日常言語における童貞の意味と乖離した人工的なものであるかといった反論が必要になってくる。本質主義を批判するためには、童貞は必ずしも本質の共有を前提としないという、例えば家族的類似性のような議論を行う必要がある。本質主義は素朴な認識に橋を持つものでありながら、 批判は必ずしも容易ではない。日常的な認識の前提の一つだからである。ありがとうございます。